はい、どうも皆さんこんにちは、ラマオです。今回は可愛らしいデザインと多機能性を両立したコスパ最強の完全ワイヤレスイヤホン、サウンドコア P40i を紹介します。サウンドコアといえば充電器で有名なアンカーのオーディオブランドとして有名ですよね。そのアンカーの完全ワイヤレスイヤホンの中でも今回紹介の P40i は全てにおいてちょうどいいんですよね。ノイキャンや2台同時に接続できるマルチポイント、ワイヤレス充電、低遅延にできるゲームモードなど欲しい機能が全て搭載しているし、一番すごいのは再生時間です。なんとケース込みで最大60時間も再生できます。 P40i はサウンドコアの人気イヤホン、サウンドコアライフ P3 の次世代モデルなんですが、ライフ P3 はケース込みで最大50時間だったので10時間も長く再生できるようになりました。ここはね、さすが充電器で有名なアンカーですよね。さらにイヤホン本体もよりコンパクトになり、スティック部分が短くなったので装着時も目立ちにくくなりました。カラーバリエーションも豊富で4色から選べるし、丸みを帯びたデザインで可愛らしさもあるのが特徴です。それでいて価格が税込みで7990円と非常にコスパが良くて、ライフ P3 が税込みでね8990円で販売されていたので、さらに安くなってるのがすごいですよね。もちろんアンカーですから保証も充実していて、アンカージャパン公式サイトに会員登録すると通常18ヶ月の製品保証が最大24ヶ月まで延長されるので、安心して購入できるのも魅力ですね。なのでデザインや機能性、コスパなど全てにおいてちょうど良くて、これでいいではなくてこれがいいと思えるような完全ワイヤレスイヤホンですね。お得な情報を下の概要欄に載せておくので、購入を検討する場合はチェックしてみてください。このような FSC 認証を取得した環境に配慮したパッケージが使用されていますね。カラーバリエーションはビジネスシーンにもマッチするブラックとネイビー、そしてソフトトーンが優しい印象のオフホワイトとパープルの4色があるので、好きなカラーを選ぶことができます。開けるとこんな感じになっています。このようなクイックスタートガイドが付属するので、初めて完全ワイヤレスイヤホンを購入する方でも安心ですね。製品保証のカードも付属で、電話やメール、LINE チャットからも問い合わせができて、保証が充実しているのも安心ですよね。まず、充電用の USB ケーブルはType-C になっています。それからイヤーチップはこのようにしっかり梱包されていて、イヤホンにすでに装着されている M サイズを含めると5サイズも付属します。一番小さい XS と一番大きいね XL を比較すると結構大きさが違うので、様々な耳の大きさにフィットさせることができます。ケースはこのようなコンパクトかつ丸みのあるデザインになっています。僕の手のひらに乗せるとこのようなサイズ感で十分コンパクトなのがわかると思いますし、丸みのあるデザインなので手にもしっかり馴染みますね。サラサラとしたマットな質感に光沢感のあるサウンドコアロゴがアクセントになっており、 LED のインジケーターは細長いデザインになっています。そしてケースを開けるとこんな感じになっています。指を入れることができるスペースがあるので、しっかりつまんで取り出せますから、取り出しやすさも問題ありません。しかもここにフォンスタンドと書かれており、このようにね上に上げることで、なんとスマホスタンドとしても使えちゃいます。 iPhone 15 Pro を置いてもこのようにね安定的ですし、 Android スマホも使うことができました。外出時のね動画視聴や配信をする時のスタンドにも使える便利な機能ですね。そしてイヤホン本体はこのようなスティックタイプになっています。スティック部分は光沢感のある質感で、その側面はキラッとしたパール感のある質感になっており、こだわりが感じられますね。では分かりやすいように前作のサウンドコアライフ P3 と比較していきます。ケースの大きさは若干サウンドコア P40i の方がコンパクトになって、横幅が小さくなったように見えますね。ケースを開けるとこんな感じで、イヤホンはかなりコンパクトになったように見えますね。スティック部分がかなり短くなって装着時も目立ちにくくなっています。そしてペアリングは iPhone の場合、設定の Bluetooth をタップします。その後最初はケースを開けるだけでサウンドコア P40i と候補が出てくるので、これをタップすれば簡単にペアリングできます。 Google ファストペア対応の Android スマホの場合はケースを開けるだけでポップアップが表示されて簡単にペアリングできます。一度ペアリングすればね、ケースを開けるだけで自動的にペアリングしたデバイスに接続されるので簡単に使用できるようになっています。では実際にね装着してみるとこんな感じになっています。イヤーチップを外すと結構ねノズル部分が楕円形になっているんですよね。なので耳に入れてからこうやってねくるっと回すことでピタッとねフィットさせることができます。イヤーチップも傘の部分がかなり柔らかいし、サイズもね5サイズあるので装着感はかなりいいと言えます。もちろんね頭振っても落ちないのでしっかりとした安定感がありますね。でこちらがですねサウンドコア P40i です。そしてこれが前作のサウンドコアライフ P3 ですね。比べてみるともう差は歴然で、かなり短くなったので装着した時も目立ちにくいのが魅力ですね。防水性能はね IPX5 あるので、まあ運動時の汗や雨の日に少し濡れてしまう程度であれば問題ないので安心して使うことができます。そして再生時間がイヤホン単体で最大12時間、バッテリー搭載のケースに入れて充電することで最大60時間も再生できます。
これはめちゃくちゃ長いですよね。この価格帯の中ではもう圧倒的に長いので、ここはさすがね、モバイルバッテリーで有名なアンカーのイヤホンですよね。もちろんね、ワイヤレス充電にも対応しているので、充電の手間も少ないですし、10分の充電で約5時間分使える短時間充電にも対応していますから、再生時間をね、これ不満に感じる方はほぼいないでしょうね。それから音質についてですが、アンカー独自技術のバスアップと、約11ミリの大きなドライバーで、非常にね、迫力のある充電を楽しめます。メリハリのあるね、ノリのいい音質なので、ロックや EDM、J-POP を聞くと特に楽しくて相性いいですね。低音はフラットよりね、量は多めですが、力強いアタック感でもたつくこともなく、メリハリのいい音質を楽しめます。かなりね、深く沈み込むので、ライブを見てる時のあの重低音がね、響く感じがして、没入感のある低音ですね。ボーカルは存在感のある低音に負けないように、距離もね、結構近くて、力強いね、ボーカルの表現になっています。まあ、繊細さを楽しむというよりかは、まあ、ロックとか EDM のノリのいいボーカルと相性がいいですね。高音はシンバルを叩いた時の音がスカッと抜けていく、まあ、ちょっとね、派手めな音で、若干荒っぽい感じはありますかね。艶やかでね、このきらびやかというよりかは、もうこのバーンっていう迫力がこの前面に出てくる感じですね。なので総じて深く沈み込むね、迫力のある重低音と力強いボーカルで、低音と歌を中心にロックや EDM、J-POP や K-POP なんかをノリよく楽しむのにおすすめですね。最近流行りの楽曲ってやっぱり低音の量も結構多いので、やっぱり相性良くて、例えばクリーピーナッツのね、グリーンバンバンボーンなんかも力強いビート感とリリックを楽しめますね。なので繊細な表現はね、そこまで得意じゃないかなとは思ったので、繊細さも楽しみたいんだという方はやっぱりね、もっと価格の高いリバティ4とかにした方がいいんじゃないかなと思います。ただもしね、低音が多すぎるって思った方はアプリでね、音質を好みにカスタマイズすることもできます。このね、サウンドエフェクトをタップするとプリセットがあるので、このようにね、選ぶだけで簡単に音質を変更することができますし、まあ、詳細をタップするともっといっぱいね、プリセットが出てきて、好きなプリセットを選ぶことができます。カスタムもあるので、自分でパラメーターを操作して好みの音質にすることもできます。そしてこの価格ですごいなと思ったのは、 Hear ID サウンドにも対応していて、自分の聴覚に合わせて自動で音質を調整してくれます。これ音が聞こえたら聞こえるをタップして、聞こえない場合はこれ聞こえないをタップします。で、終わってパーソナライズが完了したら、今度お好み診断というのをします。このようにね、音楽が流れるので、 A と B でどっちの音が好みか選びます。まあ B かな。でこれ何回かやるみたいですね。で、こうやって選ぶとパーソナライズが完了しました。そうするとこのようにね、プロファイルが作成されて、ちょっとこの低音と高音を強調したような感じなんですかね。で、これで Hear ID を保存します。そしてさらにすごいのが、この価格でなんとイマーシブモードにも対応しています。ゲームモードは遅延を抑えて、ゲーム内のオーディオを強化します。使ってみると低音がね、より強くなった感じがするので、 FPS ゲームのこの足音なんかも聞こえやすくなるんじゃないかなと思います。で、ムービーモードは 3D オーディオによりかなりね、広がりのある音質になるので、映画館で映画を見てるような感覚を味わえます。なのでこの価格でね、イコライザーやヒア ID、 3D オーディオを楽しめたり、音質を調整する方法が多くありますから、かなり楽しめるんじゃないかなと思います。それからノイズキャンセリングについて、いつも10段階でノイキャンの強さを表現していますが、10段階だと8点ですね。前作のサウンドコアライフ P3 が7点とつけているので、より強力になっていますし、 P40i より価格の高いサウンドコアリバティ4も8点とつけているので、ほとんどね、差が分かんないんですよね。だいたい同じくらいに感じました。電車に乗った時も一番ね、このうるさく感じ、低い走行音を軽減してくれて、音量上げすぎなくても音楽を楽しむことができるし、あと音量上げすぎなくて済むからね、音漏れも少なくなります。で、しかもこの自動モードがあって、周囲のね、騒音レベルに応じてノイキャンの強さを自動で調整してくれるアダプティブノイズキャンセリングにも対応しています。例えば家とか騒音が大きくない環境だと、自動でレベルを下げてくれますから、無駄に強くてね、圧迫感が気になっちゃうなんていうこともなく、快適に使用できます。もちろん手動でね、モードを切り替えることもできて、5段階で調整可能となっていますし、装着状態に合わせてノイキャンのレベルを最大化してくれる機能もあるので、好みにね、カスタマイズすることもできます。あと、このサウンドカードね、ライフ P3 でも搭載されていた、交通機関とか、あと屋外とか、シーンからね、選択できるようにもなっていて、この価格ながら、かなり自由度高くカスタマイズすることができます。あと、イヤホンに風が当たった時に、ボフボフボフと言ってしまう、風切れ音をね、軽減することもできて、これね、実際にね、風を当てて確認してみましたが、今これ、風当たってて結構ボフボフいってるんですけど、オンにすると、まあ、少しラグがあるんですけど、2秒くらいすると、もうほぼ、ボフボフボフっていう風に言わなくなるので、かなり実用的ですね。クオリティ高いです。それから周囲の音を取り込む外音取り込み機能も10段階で表現すると8点です。サウンドコアライフ P3 が5点という風につけていたので、格段にクオリティ上がりましたね。非常にいいなと思うのは、サーッというホワイトノイズもほとんどしないし、あと自分の声もこもらないので、会話もしやすいし、いちいちねイヤホン外す必要もないです。モードもですね、周りの音ねまんべんなく取り込むモードと、音声フォーカスで声をねよりはっきり取り込むモードの2つあるので、好みでね選んでみてください。そして便利な
な機能として2台同時に接続できるマルチポイントにも対応していて、今ねこのスマホと、まあ、ここにあるねデスクトップパソコンに接続されているので、いちいちね接続を切り替えなくても、まあ、パソコンでね動画を見たりスマホで音楽聴いたりすることができます。しかもこれすごくわかりやすいのが、デスクトップパソコンの接続をこれアプリ側でね解除して、こうやってね解除してララマロのスマホっていうのをこれオンにすれば、まあ、ちょっとだけラグはあるんですけども、数秒でねもうこうやってすぐに接続を切り替えることができます。これでねこっちのスマホにも接続されたので、今両方のスマホに接続できています。これ非常にわかりやすいんで、ワイヤレスイヤホンに詳しくない方でも使いやすいですよね。そしてあともう一つ便利なのが、イヤホンを探すという機能もあります。これ再生ボタンをタップするとこんな感じで結構でっかい音が鳴るんですよね。もちろんこの Bluetooth のねこの接続範囲にイヤホンがある場合のみではありますが、見当たらない時に使うと便利ですね。あと操作内容も好みにカスタマイズできて、1タップ2タップ3タップ長押しを設定できます。このように候補の中から好きな操作を選べて、モードの切り替えは使わない機能をねなくしたりすることもできます。今これね標準をこれ消してるんですけども、僕はね音楽を集中して聞きたい時はノイキャンをオンにして、周りの音を聞きたい時は外音取り込み機能を使うから、標準ってほぼ使わないんですよね。なので標準をなくすことで切り替えもスムーズにできますね。逆に外音取り込み機能は使わないっていう方は、まあ、外音取り込み機能をオフにすることができるし、ノイキャンをオフにするっていうこともできてしまいます。あとカスタマイズなしにもできるので、例えばねこれ1タップをカスタマイズなしにすれば、触ってもねこれ動作しなくなります。なのでこの装着するときとか、ちょっとね触ったときに誤動作してしまうなんてこともないので、僕はねこれ1タップはなしで使ってますね。そしてねイヤホン本体のタッチセンサー部分には点字のような突起がついていて、どこをタッチしたらいいのか分かりやすくなっているので、かなり使いやすいように考えられてますよね。それから通話音質も大事になってくるので確認していきましょう。はい、これはですねサウンドコア P40i で録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。ではこのスピーカーからねこの街の道路沿いの音を流して、どれだけノイズを除去してくれるのか確認していきます。はい、こちらがですねピンマイクで録音した音声です。まあ、車の通りが多い道の音声なので、まあ、結構騒がしい場所ですよね。バイクの音とかも聞こえます。はい、でこちらがサウンドコア P40i で録音した音声になります。どうですかね、しっかりノイズ除去できてますかね。音声の感じはどうでしょうか。でこちらがですねサウンドコアライフ P3 で録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。でこちらがピンマイクで録音した音声です。はい、でこちらがサウンドコアライフ P3 で録音した音声になります。サウンドコア P40i と何か違いありますかね。音声の感じはどうでしょうか。はい、今ですね録音した通話音声確認しました。あれだけこのバイクの音がね大きく出てる中でもノイズをしっかり軽減できているし、声もね十分コミュニケーション取れるくらいしっかり聞き取れたと思います。はい、ということでメリットデメリットをまとめるとこんな感じになります。もうねメリットの方が圧倒的に多くて、まあ、強いて言うなら LDAC やね AptX Adaptive などのハイレゾコーデックには対応していないくらいで、 SBC と AAC のみ対応となっています。まあ、とは言ってもね日本では iPhone を使用している方も多いので、 iPhone はねどのみちハイレゾコーデックには対応していませんから、 AAC までであればね iPhone でも Android のスマートフォンでもデバイスを気にせず気軽に使えるので、初心者の方でもねやっぱ分かりやすいと思います。なので冒頭でも話したこれでいいじゃなくて、これがいいと思える完全ワイヤレスイヤホンだということが分かっていただけたんじゃないかなと思います。もうね非常にちょうどよくて、これを買っておけば間違いないというバランスの良さが魅力ですね。これだけ多機能でデザイン性にも優れていて、しかもねこれスマホスタンドとしても使えたり、タッチセンサー部分には突起がついていて操作しやすくなっていたり、かなり細かいところまで使いやすさを考えて作られている印象で、僕としてもおすすめしやすいですね。これでまあギリギリ1万円以下で9980円とかだったらまだ分かるんですけど、これ税込みで7990円ですからね、めちゃくちゃこのコスパの良さを実感できるんじゃないかと思います。ではお得な情報を下の概要欄に載せておくので、購入を検討する場合はチェックしてみてください。ではよかったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ラーマオでした。